デアゴスティンチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。今日は神田鉄道クラブさんに来ています。岩垂さん、はい、こんにちは。こんにちは、岩五郎、こんにちは。今日はどうしてここに来ることになったんですか？はい、今日は鉄道ザ・ラストランのコラボ PR でご協力いただいている神田鉄道クラブ様にご一緒させていただきました。こちらのお店では店内で美味しいお食事はもとより、興味深い鉄道の資料ですとか DVD の動画なんかも楽しんでいただける素敵なお店になっています。早速お邪魔してみましょう。早速行ってみましょう。はい、こちら珍しい看板ですね。そうですね。新潟にいた、はい、115系っていう近郊型の電車の運転席の上の部分にある行き先の表示ですね。お客様からも回してくださいなんてリクエストきますか？最近なくなっちゃいましたね。残念ながら最初は向こうのがなかったんで、大宮の幕があったのがなかったんですけど、はいはい、その頃は結構、はい、あちらの大宮の看板はどういった部位に違いなんですか？これはですね、提供してくださったお客様がいて、はい、はい、そうですね、それをちょっとお預かりして、その方でこういう形で、はい、普通に戻りましたね。見れば見るほど珍しいものとか貴重なものが多いと思うんですけど、はいはい、こちらの日本国有鉄道案内図、はい、こちらの壁にある地図はどういったものなんですか？こちらですね、昭和30年代の日本で走ったんですよ。昔は国鉄ですね、国鉄の路線図を地図にしたものなんですけども、国鉄の路線図。そうですね、当時走ってた国鉄5000、はい、すごくこれ貴重な資料なんじゃないですか？そうですね、今になってはもう廃線になってなくなっている線もあるので、はい、この地図をこう見ていくと上には釣り棚、はい、網棚のようなものがあるんですけど、はい、この網棚は本物ですか？そうですね、こちら客車の方で昔の電話客車で使ってたものを、はい、リサイクルしてでも使えるようにはしています。はい、すごいおしゃれなインテリアがいいですね。最初お客様もこう物を置いていいのか悩んでたことがあるんですけど、うん、実際置いても問題ない強度になってますので、目線を下に下ろすと、はい、こちらのバーカウンターのお椅子なんかも少し懐かしい感じがするんですが、こちらは昔の使われてた実際のお椅子ですか？そうですね、お客様が座るロングシートだとか、あと向かい合わせなく専用ロングシート、こちらの腰掛けの上のモケット部分を持って、はい、再利用して使わせていただいて、実際に座られる方も喜ばれそうですね。そうですね、鉄道が本当好きな方とか、はい、昔こういう車両乗ったことある方はやっぱりお気づきになると思うんですね。こちらは昔鉄道のレールの下に引いてた枕木ってありますよね。あ、枕木、はい、はい、そちらがこれ昔木製のものを使ってたので、うん、それをちょっと踏み台みたいな感じで、はい、ここにこう上にレールが走っていたってことですかね。そうですね、まあ、ちょっと短く切ってしまってはいるんですけども、使ってたもの自体は木製のものを使っていますので、はい、あ、当時のものを本物を作りされてるんですか？そうですね、はい、うちのそうですね、今置いてあるのはほぼレプリカはないので、はい、ほぼ使われたものですが、まあ、インテリアで使ってます、はい、お店の成り立ちですとか、はい、概要や優勝などを伺ってもよろしいですか？まあ、僕と社長の方が、はい、うちのなんかお店をやったりというか、はい、自分はやっぱり、はい、いい仕事をお手にしてて、はい、まあ、自
分のちょっと個性とか、はい、多少系を作るっていう本を読んでもらっていたので、実際に作られてたんですね。デザート、ソフトドリンクなんかも車内販売でしか食べられないものを実際に提供してくださる。電車に乗ってる気分が味わえますね。そうですね。炒めてるって。ああ、そうですね。麺は炒めてますね。はい。こちらはミートソースの上に、はい、こちらロースカツが入っているんですかね。そうですね。はい。美味しそうです。懐かしのっていうのは、はい、昔食堂車で出してますか？そうですね、はい。昔九州行きのルートレーンと、あと広島行きの新幹線の車内で同じものが出てた。はい、そちらを再現されたメニュー。そうですね、はい、近い形に。全く同じものってどうしても大量が手に入って、少しアレンジがあるんですけど、そのは、その当時のものです。お皿も当時のものと考えられますけど、お皿はですね、はい、北斗製で使われたお皿なので、はい、すごく皆さんの思い出が、今ちょっとなくなってしまったし、今ここでしか出会えないのかもしれないですね、お皿。ここと、あと、ついてるのかな、はい、大宮の鉄道博物館に、はい、うちのちょっと姉妹店がありますので、はい、トレインですから、はい、そちらでもちょっと扱わせていただいて、ぜひそちらも合わせていただきたいと思います。皆さん、神田鉄道クラブさんがトレインレストランぜひお越しください。それでは早速一口いただいてもよろしいでしょうか、はい、すごいミートソースが艶やかで美味しそうですね。美味しい。昔の懐かしい感じのちょっと甘めのあるミートソースがすごく美味しいです。こちらのカツもせっかくなのでいただいてみます。周りがすごくサクサクで、中もとってもジューシーで、本当に美味しいです。これはぜひ一度食べていただきたい。エラゴロもよかったらいかがですか？いただきます。完食を完食。完食しました。美味しく完食しました。出発ご進行。おー。こちらございます。アンドシューカーテストザナスクランドの紹介をいただいております。当時の懐かしい DVD の動画と懐かしい店内の様子、美味しいお食事、一緒に楽しみ
れてます。